ロード59新時代ラジオトーク。ロード59篠野恵、柳爆徒役の君沢ゆきです。ロード59白狼組、氷室翔役の砂川修也です。始まりました、ロード59新時代ラジオトーク、イエーイ。この番組はブシロードが送る新時代人気エンターテイメント、ロード59新時代人気トークの魅力や最新情報をお伝えしていきたいと思います。ロード59新時代人気トークとは、ブシロードがお送りする新時代の人気ものがテーマの新たなメディアミックスプロジェクトです。イエーイ。欲望が渦巻く街でそれぞれの組織の思惑が交錯しぶつかり合う、互いの信念と生き様をかけた戦いに注目です。ということで今回で第30回となりました。イエーイ。ちょっとさ、ナナのさっきのイエーイのハサミは30回にして、うん、ね、こんな慣れた文のとこにイエーイ挟んでしまう。申し訳ないです。急に来たからもう笑いそうになったからイエーイ返ししたよ。すいません。いやー、しかしほんと30回来ましたよ。すな、はい、いや、めでたいね。念願の30回、念願のね、30回来てね、ほんと皆さんのおかげなんですけども、あっという間な感じもしますね。そうだね、結構あっという間な感じなんだけども、はい、実はもう一個めでたいことございますよね。来週17日は、はい、何でしょう、我らが砂の誕生日です。イエーイ。ちょっと早めにおめでとう。ありがとうございます、ね、というわけで今日は誕生日企画もちょっと用意してますんで、本当ですか、一緒に楽しんでいきたいと思います。なんだろう、何もらえるんだろう、マンションとかちょっと待って、なんでもうもらう前提なんだよ。生物とか企画に成功してからだよ。そうですね。よし、マンションもらいに行くぞ。うっす。今回も一緒に道なき道を進んでいきましょう。ロード59新時代ラジオトークスタート。ロード59新時代ラジオトーク。ここからは仏像を読んでいきましょう。砂、お願いします。はい、姉子のコシルさん、君沢さん、砂川さん、こんにちは。こんにちは。つい先日ロード59をまだ見たことがない友人と舞台第1弾のブルーレイ鑑賞会をしました。見終わった後に面白かったと感想がもらえてすごく嬉しかったです。友人は特にアンソニーと和臣さんが気に入ったらしく、特にアンソニーが出てくるシーンでは可愛いとずっと言っていました。時間の都合で舞台第2弾は鑑賞できなかったのですが、どうやらロード59一番言ってる言葉じゃねえこれ。どうやらロード59が友人の心に深く刺さったようで、次の日には舞台第1弾と第2弾のブルーレイを購入していました。友人の行動力にただただ驚くばかりです。舞台第3弾は絶対に一緒に生で見たいなと思っております。とても楽しみです。よし、ちゃんと言えた。いやー、ちゃんと言えた。そうだな、そろそろ誕生日だからな。いや、ありがたいですね。でもこれ、はい、いや、嬉しいです。見てすぐファンになっていただいたということで、きっとじゃあこのラジオもひょっとしたら聞いてもらってるかもしれませんね。まあ、もちろん聞いていただいてるんであろう、ね、なんか悪いもん食べた今日。拾い食いしたでしょ。マジで大丈夫です。本当。そうね、アンソニーとカズノミさんが気に入ったらしく、僕もカズニオシなんで。で、言ってるね、ずっとね、はい、アンソニーやっぱね可愛いから。でもこの篠の恵組と白狼組の、じゃあせっかくだからこれから知ってもらう人もいますから、はい、ここに注目してほしいってポイントありますかね。うん、白狼組からいいですよ。やっぱりね、これはあのロード59を、うん、あのよく見てラジオトークを聞いてる人は何回も聞いてるかもしんないですけど、うん、やっぱりもう白狼組の魅力はこのファミリーへの愛情だったり、そうだね、こう大事にしようっていうところだったりとか、うんうん、あの多分他の組にはない、まあ、血のつながりがあるので、やばい、今ドヤ顔でみんな見えないと思うんですけど、ラジオだから見えないと思うとか、俺の目をめっちゃ見てきましたからね。血のつながりが、なんかちょっとうまいこと言ったなって自分で思って。いやいやいや、いつも言ってるじゃん。血のつながりは多分あんま言ってないんで。あ、本当かい。あ、そうとかが、まあ白狼組の魅力なんじゃないでしょうか。まあね、はい、本当なんかみんな稽古中からもね、仲いいし、いい意味で、うん、ずっと一緒にいるしね、はい、いや本当に仲良くやってます。もう逆で篠の恵組はもうバラバラです。いやいや、そんなことないですよ。バラバラなんだけど、もうほんと個性発集団だけど、やるときはやるみたいなっていう、なんとかそこが男らしいというか、確かに、うん、で年齢層もね、あの広いですし、いろんなきっと皆さんが好きな
男らしさがきっとあると思うんで、そうですね、まあ、今後は全員であのズボン破っていきたいなって一公演に誰か一人がやっていく、ね、ランダムブロマイドみたいな感じでいや本当笑って泣けて楽しい組が、うん、それが篠宮組だと、そうですね、思いますね。やっぱ活気があるのは篠宮組だなってやっぱ思いますね、一番かもしれない。うるさいだけっていう説もあるけどねいやいやいや、そんなことですよ、はい、ぜひ何度も見て推しを探してほしいなと思います、はい、さあ続いてこちら、ラジオネーム6さん、姉子の方ありがとうございます。ありがとうございます。君沢兄貴砂川兄貴こんにちは。こんにちは。もうすぐ11月ですね、うん、11月は誕生日の友達が一番多い月で、うん、たくさんお祝いができるため個人的に大好きな月です、うん、その中でも今一番お祝いしたいのは砂川修也さん、はい、おー11月17日お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。第26回のラジオトークでモンブランが好きと話されていたので、うん、11月のラジオ収録の時に君沢さんと食べてほしいです、うん、ラジオなのに確かにありがたいですね。で、新しい1年ロード59ではもちろん、いろんなお仕事の場でゆるふわな砂川さんを見させてください、うん、砂川さんの笑顔と癒しパワーは最高なので、27歳の抱負、恒例の575で聞きたいです。よろしくお願いしますなるほど、はい、じゃあちょっともうパッと思いつくで27歳の抱負、はい、お願いしていいですか。あ、いけるかも、はい、じゃあ砂の27歳の抱負お願いします。もう味噌汁魅了するよファンたちを。おいやいや素晴らしいんだけど、文字は合ってたんですけど、27歳の抱負って言ったんですけどね僕、もう味噌汁ってあとこのくだり3年やるのそうそうそう、え、味噌汁ってどっから味噌汁なんですか。味噌汁だったら30もうそうですよ、ジャストからだよ。それアラウンドサーっていうのが言ってない。あ、そうだ、アラサ ー、もうアラサーだ。じゃもうアラサーよ。うわもうアラサーそうだ、あららやらさ、えいやさっさみたいな。そっか、知識不足知識不足いやいや、まあ、まだまだ27だもんね、はい、うん、まあ、僕が27の時ですか。え、もうだって次僕37になるんで、ちょうど10年前ですよ、はいはい、大体ちょっと考えら、え、てか10個離れてたんですね。そう、今気づくっていう、俺も今喋っててすげえ離れてるって思ったけど、いやね、27でしょ。君沢さんが若すぎてね、なんか近く感じちゃうんだよね、すごい。あのね、10年あったらもう何でもできるよ、もう、はいはい、全然違うもん、人としてもやってる仕事も違うし、うん、当時はた例えば映像ばっかりだったからな、お仕事しても俺も、あ、これから映像の方が、うん、それこそ味噌汁になってから、うん、何本舞台の方で行きたいと思って舞台をやるようになって、うんうん、人生の変換もできるし、うん、まだ焦りもしないじゃん。なるほど。30まで挑戦もたくさんできるし、うんうんうん、でもだんだんこう若手だけではない中堅に足を入れてますから。あ、そうですね、うん、なんか年下がどんどん多くなってきてますね今。そう、はい、砂さんっつっていつか砂川相談室開くとなるんじゃない。あら、うん、いやでもふわふわをどうにかしたいんですよね自分は。いや、それは30を超えてきたら、うん、いや、それ取ったらもう砂川じゃない、砂利川だよもうふわ部分なくなっちゃったら本当に。いやもうなんかね、やっぱ君沢さん見てるとすっごいしっかりした大人になりたいなって思うんで。いやね、これね、もう皆さん、リスナー皆さんうなずいてと思うけどね、砂からふわ取っちゃダメでしょこれはないものねだりなのよ、俺がそのふわ欲しいもん。マジですか。ふわふわしてたい、ふわふわしてたい。もう失敗して、うん、しょうがないなとか言われてたい確かに多分普通よりは許されてる方かもしれないですけどまあね、はい、一応僕10年先輩ということなんですが、はい、素直に一言アドバイスするとしたら、はい、27歳、もう素直は、はい、素直今のままで十分魅力的。ああ、なんか足さなくてもいいし、うん、減らさなくてもいいから、うん、もう自信満々でそのまま大きくなってってもらって、なんかそれがそのまんま魅力がいろんな人に
届いてくれるといいなって、ずっとやってる身として思いますね。はい、いや、ありがとうございます。なんか自信出てきました。本当に多分もう噛まないです。いやそこは噛んでほしいね。スタッフさんの顔見てそこはお前噛めよって顔してるから。まあね、どの現場行ってもちょっと人見知りせずその素直のチャームポイントを ね、はい、たくさん出してくださいね。楽しくやっていきます。はい、ティーナーさんも頑張ってください。はい、頑張ります。番組ではメッセージや質問などふつおたを募集しておりますよ。投稿フォームは公式ホームページをチェックしてくださいね。ロード59新時代ラジオトーク。ここからはこんなコーナーをお送りしましょう。題して砂川修也誕生日企画ロード27。イエ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 イ。やってまいりました、パーティーピーポー、エブリバーディー日本の皆さん、ごきげんよう。バズル。人生とはくねくねと曲がりくねった道、ロードです、はい、そんなロードを26年歩んできた砂川修也さんの人生を振り返っていきたいと思います。それがロード27、はい、いやロード27ですか、今日は、はい、いや今回限りのスペシャル企画ですよ、うん、はい。そして砂には事前にちょっととあるものを書いていただきました、はい。ちょっとラジオで見れないんですが、うん、今回は人生の浮き沈みを波線で表した表を使って砂の人生を紹介していただきたいと思います、はい。山や谷がたくさん出てくると思うんで、うん、その部分で一体何があったのか、人生のターニングポイントなど人生観役者観を通して教えてくださいというコーナーです、はい。いやー、なんか書きましたけど、はいはいはい、結構山あり谷ありですね。本当ですか。もうこれは砂川修也のもう情熱大陸的な、はい、もういつか出るための小熱大陸ぐらいですかね、これは。はい、もう熱く0歳から27までをしっかり語っていきたいと思います。なるほど、はい、では早速見せてもらいましょうか。一旦発表しましょうか。ドドン、ドン、おー、はい、おー、山あり谷ありですね。そうですね、すごい、結構アップダウンが4つぐらい27まであるけど、はい、ちょっと待ってまず1個いいですか、はい、全体を触る前に、はい、生まれるとこってあるじゃないですか、0歳、はい、そこ一番ピークで高いんですけどピーク高いですよ。いやだね、この世に生まれ落ちたんでやっぱり一番ピークかなっていう。砂川先生深すぎますってそれ、はい、生まれただけで素晴らしいと、はい、そこが一番幸せです。いやさすがですね、一番上にかけましたね。笑ってすいません先生。でもその一番上じゃなくてもう一個、あ、ちょっと、あ、上に、ね、上がってますが、それなんてですか、はい、初めて歩く初めて歩く1歳ぐらいのところにもう人間は生まれて歩いただけでピークを迎えると。そうです、そうです、いうことでいいですか、はい、初めてこの、あの人格がこう砂川修也になった時が、はいはい、やっぱり本物の生まれるということではないのでしょうか、はい、先生いや、はい、初めて歩くがピークの人って俺そんなにいないと思うけどな、うん、画用紙飛び越えたかったな。そうだ、今画用紙の一番上に初めて歩くって書いてますから、はい、そっから先生落ちてくんですか。いや、まあ、まあ、いやこれはもうなんか、ね、はい、やっぱあのいろいろ性格が出てきて、はいはい、怒りだったり悲しいとか、なんかいろいろな感情が生まれてきて、やっぱ人間って辛いと思うんですよ、普通に生きてるだけで。確かに、だからちょっとやっぱ下げました、ここで。なるほど、そうやって人間とはちょっと辛いところもあると、はい、そうなんです。でだんだん10歳ぐらいになると急降下しますね。そうなんですよ、あ、真ん中平均点を下入っちゃいますね、はい、これ何ですか、これ、ここですね、10歳ぐらい小3の時に、小3の時にこれ初めて引かれる、初めて引かれるえ、なんか車的なものですか。そうですか、車に引かれたらドン引きの引かれるじゃなくて。そうです、あのね、初めて生まれる、うん、初めて歩く、初めて引かれる、人間厳しい人間界厳しいっすね。ここはやっぱね、しかも夏休みのだいぶ最初の方に引かれたんですよ、僕10歳頃、はい、でも夏休み丸々入院生活だったんで、うん、やっぱどん底でしたよ、ここは。なるほどね、あの時の気持ちとしては。でも、うん、よくかんちょっと上がってるじゃないですか、この辺、まあ、この辺で言うと、そうっすね、ちょっとまあ書き足しましょう。ほうほう、この辺は先生10歳から13、14歳のあたり
が結構低い。そうですね。あ、違うな、引かれて、引かれて、本当ちょっと上げたいんで。あ、引かれて上がる、引かれて上がる。どうしようか、ここしよう。あ、なるほどね。先生修正された今、はい、実はこの時引かれたことによってみんなが僕に構ってくれるようになったんです。おお、引かれるもんですね。構ってくれるって言い方悪いですけど、まあ、俺は大丈夫かいみたいな。そうそうそう、あのね、うん、普段買ってくれないゲームを買ってくれたり、で病院暇でしょって言ってプラも買ってくれたりしてくれたわけですよ。あのゲームとか。はいはいはい。いや、ちょっとそうやって、でもね、手に入れるにはちょっと体張りすぎてるんですよね。そうなんですけど。ワンチャンゲームできなかった可能性ありますからね、これ。いや、でも、でもね、なんか、はい、なかなか会えないいとことかも看病に来てくれたり。あ、なるほど、はい。ちょっとまあ嬉しい気持ちもあったので、そうか、人のぬくもりを。少しだけちょっとあげちゃいます、ここで。ちょっと。じゃあ、引かれたけど、人のぬくもりだったり、はい、構ってくれたり。いや、そういうのに触れられたんで。はい、でもまだ平均点よりは下。あ、そうです、今どうなってんだろう、ちょっと待ってくださいね。じゃあまあ、あの大まかに説明しましょうか。あのちょっと聞いてる、はいはいはい、あのね、絵で見えないんで。いいですよ、いいですよ。でまずここでバンって上がるのが、はい、ほうほう、ここですね、中学校3年生の頃。あ、15歳頃にガンと上がりますね、はい、平均点超えてきましたね。ここ成績が良い。成績良かったんですか、砂、はい、さん。いや、本当はこの辺めちゃめちゃバカだったんですよ、僕。中1中2あだったんですけど、あの中3の時にですね、うんうん、あの塾に行きまして、初めてまともに勉強するときは真面目に行って、そしたら僕確か席次が190人中ぐらいなんですけど、うんうん、190人中、164位ぐらいでした僕最初、はい、なかなかですね。で塾入って最初のテストで僕21番取りました確か。え、120アップっすか。そうなんですよ、やばって。なんでなんで。ここでめっちゃ嬉しくなって、まあまあ受験前っていうのもあって親が入れてくれたんですけど、結構勉強したんだじゃあちゃんと、はい、やりましたやりました。で、あのなんとこう沖縄の中では、うん、あの、うん、なんていうんですかね、文武両道と言われる高校に受かったんですよ、第一志望。なるほど、ここでぐんと上に、はい、そうなんですね、あの線から上に行きました。ここ線からこれ平均点より結構上に行きましたね、はい、で部活も楽しかったし、もうすごいいろいろ友達ができて新しい、うんうんうん、すごい楽しかったです高校生活は。なるほどね、はい、で次のターニングポイントなんですけど、あら先生、高校に入った後、はい、徐々に加工してました。はい、卒業しました。高校卒業したらこの辺ですね、卒業、卒業までは良かった。はい、まだ良かったです。そしたら急にズドーン、これ引かれた時より下に。いや、そうですね。ある程度まああの、はいはい、みんな構ってくれたから良かったんですけど、引かれた時よりちょっと下ぐらいですかね、言ったら、うん、ここは何もすることがないと。何もすることがなくなった、はい、卒業したらどうしようと。なるほど、はい、なかなか難しくて、あの、うん、まあ、芸能この高校を卒業する時点で僕はすごい、あのもう芸能に行きたいっていうことは考えてたんですけど、 あったんだね、はい、だけど、うん、くすぶってたんですよ僕すごく、はい、まあ、モデルとかやりながらあったんですけど、どうすればいいか分かんない、うん、どうすればなれるかも、はい、でアルバイトして、深夜にアルバイトして、はいはい、あるね、そういう10代の悩める時期、はい、完全に生活が逆転して、朝寝ての生活をしている時が 20の手前とか20ぐらいですね。沖縄のアンマー聞こえてきそうね。そうですね、本当に実家暮らしですごいお世話になりました、親には。なるほどね、はい、で次なんですけれども、このくすぶってる時から、うんうん、もう東京行きたい東京行きたいと芸能をやりたいんで、うん、もうどうしようどうしようってなって、初めてっていうか、まあ、これもねまたあの沖縄のマネージャーに言われてたんですけど、うんうん、もうもしこれでエイベックス受けて受からなかったらもう芸能諦めたらみたいな、じゃあ分かりましたって言って、沖縄のマネージャーさんが言ってくれたんだね、はい、まあ、沖縄でやりなさいよってなって分かりましたって言って、最後に行きますって言って受けたらエイベックスに受かりました。すんごい上に来た。急に高校受かるより上に来ましたね、はい、パッカーンっつって、ここからもシティボーイです僕は。シティボーイ。ちょっと先生今なんて言いました。シティボーイです、ここから20後半ぐらいですかね。はね、上京します。急に沖縄から。ここが大都会東京だと。そうです、もう方言なんて忘れちゃうぞと。わ、俺はそもそも東京に魂を委ね。いや、こっから明るい未来が待ってると。なるほど。もうね、あのこの
その何をするか分かんないっていう時に比べたら、うん、そうだよね、あのこの時って事務所にさえ入れば正直売れるってなぜか思ってたの、変な自信があったんですよ。あ、でもあるよねそういうのは、はい、でもここでもう有頂天です、うん、僕の気持ちは。いやこれはかなり初めて歩く以来結構高くきましたね、はい、これでも皆さんやっぱ初めて歩くのが高いですからね。そう、今のところでもまだ一番高いんですけどでもここで受かってシティボーイになって、はい、シティボーイ途端にものすごいすっごい下がりましたね。はい、もうこれはもうこれ過去最高ぐらい、ここですね、もう言ったらここはもう20から25ぐらいまでですかね、うんうんうん、めっちゃ貧乏でした。めっちゃ貧乏って書いてある、はい、この時が人生で一番辛かったです正直。あ、もう沖縄にいるレベルじゃないぐらい、もう、あ、もう沖縄の時は実家でもう飯も食わせてもらいましたし、うん、ちゃんと、うんうんうん、でまあこの時はもう自分でやんなきゃと、東京に上京し、勝手にほぼ勝手にっていうか、まあそうだよね、はい、でもそんなもんだよね、追いかけていきますって上京してパッと出て行ったんで、なんかあんまり心配かけたくなかったんですけど、まあ親からも仕送りもちろんもらってましたけど、うん、それでもめっちゃ貧乏でした。まあね、はい、バイトとかもじゃあいっぱいした、いっぱいしましたね、この深夜バイトして、う、うん、で太りましたここでやっぱね、やっぱあの鉄板焼きで働いてたんでつまみ食いばっかりしてちょっと深夜関係ないじゃんつまみ食いのせいじゃんそうですね、ちなみにつまみ食いして何が一番美味しかったの？僕サラミですちょっとおしゃれな鉄板焼きだったんで鉄板焼きにサラミあんの？なんかスピードメニュー的な感じで、なるほど、ね、サラミが置いてあるんですけど、サラミもなんかよく食ってたんですけどサラミは完全にあの作って余ったから食べておいてじゃないよね？じゃないです、普通に食ってたんだ。普通に食べてました砂川にはここサラミを与えないでください取っちゃうん で、なるほど。逆にでもこの一番、うん、もうどん底で貧乏で、うん、今この表の中でも一番下にあるわけじゃん、はいはい、この時に諦めようとは思わなかったの？いや、もう何度も思いました。もうなんならもうどうしよう、もう、うん、なんて言ったらいいんだろうな、もう、あ、お先真っ暗だと、うん、もう完全に入ればなんとかなると思ってたら、そうです、100、もうこの状況から売れるわけないじゃんぐらいに思ってました。ああ、もうそれぐらい、はい、で、はあ、まあこれいろんなところで話してるんですけど、うん、ここで僕は諦める決心をします。一回芸能を一回諦める決心してるんだ、はいはい、もうめっちゃ貧乏、このどん底に落ちた時に、ああ、そう、もう親に電話して、うんうん、もう僕は沖縄に帰りますと、あ、はい、沖縄で普通にお仕事しますと言って電話して、で最後にライダーのオーディションがありました、うんうんうん、じゃあこのライダーのオーディションで落ちたらもうこれで完全に諦めますって言ったらライダーに受かったんですよ。へえまた同じパターンですあの受けるとか今ちょうど ABEX 受かってシティボーイになったより上にボカーンと急上昇、はい、いやもちろんねこの事務所を受かったのは嬉しかったんですけど、うん、このライダーっていうのは僕役者目指すにあたって一番やりたい仕事だったんで、うん、そうだったんだ、はい、だからすごい上にあります。なるほどね。いやこれは本当にちょっとなんかやっぱ人生ってさ、うん、本当ドラマティックにできてるというか、小説以上だよね。本当にそれだって受かってなかったら絶対沖縄に帰ってたんです。あ、そうです。で普通にお仕事してたかもしれないです。もしかしたらアルバイトとか。そうだよね。はい、だこうやって絶対一緒にラジオをやってるわけもなく、そうです。皆さんにこの声が届くわけもなく。はい。はあ、すごいね。はい、はい。あ、そんな中ライダー受かったってことは、はい、じゃあ、はい、マー君が、はい、井上のマー君とどこかで、うん、あったというか知り合ったってことはある？僕は井上さんをテレビで見たときは中学生の頃、うん、違う、ん、中学は嘘ついた、え、じゃない、中学生だ今誰と喋ってた今誰と喋ってた？そうですね、中学生の頃僕仮面ライダーのカードゲームをやってたんですよ確か。あ、そうなんだ、はい、中3か中中3中ここの辺ですね。あ、なるほど。この高校成績良かった頃ね、はい、でこの時点では僕あの役者を目指すって決心してたんで。あ、そうなんだ。それこそこのマー君の影響とかってあるの？そうですね、やっぱあの見てて、だからじゃあ役者目指すってなった時に、あ、一番やりたい仕事ライダーだなって思ったのは、うん、この井上さんのこのディケードを見てた時ですね、うん、なるほど。その夢がじゃあライダー受かって、はい、それまた今やロード59やってて、はい、そうです、繋がったわけだ。なので今幸せなところですね、割と今ナウはかなり高いとこに幸せが、そう、途中にこのロード59もありますけど。なるほどね、はい、いやもう今はだから幸せということで、先生今幸せです、僕すごく。ああ、もうよかった、はい、本当に充実しております。いや一回でも諦めるっていうのは、はい、なんだろう、一回ね役者としての、うん、死を選ぶじゃないけども、そういうものを受け入れた人ってやっぱ強いよね。
なんかこう一回かさぶたがあるからそれ治ると大きくせなんか強く治るっていうか、これはちょっとなんか最初笑ってたけど意外といい話聞いちゃったな。意外とちゃんとしちゃいましたね。ごめんなさいね皆さん。いやいやいいんだよ別に。絶対笑うポイントあるとか思ってでしょ。いやでも先生ちゃんとこれあの全部書いたけど、はい、どれが一番やっぱ高かったんですか。やっぱ初めて歩く。初めて歩くがね。覚えてないですけど。覚えてないけど、まあみんなだからピークを迎えられるとそこで一つの。そうです。ね、これ見てると人間みんなきっと初めて、あ、まあ一番はやっぱ生まれるなのかな。ちょっとあの、うん、ボケで書きましたけど、初めてあれこれボケだったの。ボケです。分かりづらいな。まあ生まれるがピークですよ。でもそうだよね、はい、みんな生まれてその後ジェットコースターみたいな人生をそれぞれ経ていくわけで、はい、そうなんですよ。でもそうだね。あ、ちなみに27歳以降はどんな道を、はい、ここからは進みたいかと。そうですね、いうことも届きましたが、僕は実はこの、まあ、何もすることがないと、うん、このめちゃ貧乏時代があるんで。そうだよね。1000より下は行きたくないです、とりあえず。いやー、まあ、分かるよ。中でのもうあれは味わいたくないっていう、はいはい、あのメンタルはね、うん、本当に人をダメにするというか、あの時の全部マイナスにしか捉えられないんですよ。なるほど、ね、性格変わってます、間違いなく。この時より僕、あ、そうなんだ、はい、ハッピーになってる。ハッピーになってます。ウェイクラハッピー、バズイ、バズイバズイってどこの言葉の何。バズイウェルカムハッピーしたらバズイって言われたんですけども、確かに性格は変わっちゃいましたね。いやそうだよね。でもきっとこの経験を経てるから、この波のグラフで下を味わえば味わうほど上がった時の喜びであったりとか、もっと幸せになりたいっていう思いが強くなるのかもね。いやじゃあ27歳以降でさ、なんかやってみたいさ、なんかこととか目標とかそういうのないの。ナウよりさらに上に行くなら、うん、どうなんだろうな、やっぱり。そう、あーでもいいか、書かなくていいよ、書きたければ、なんだろうな、これより先に上か上。僕実は映画は、うん、あのエキストラ出演しかしたことなくて。そうなんだ。セリフなしの下積み時代ね、はい、だから映画で名前のある役をやりたい。おですか、ね、なるほどね、はい、いや叶えられるでしょう。叶えられますかね。皆さん素直なんとかお願いします。ちなみに何役、何役何役何役でいく。でも、ね、あの主役ではないですね、うん、最初は。最初主役じゃなくて、いきなり主役は僕にちょっと荷が重いんで、うん、ちょっと脇を固めて。そうっす、なんかねちょっと目が行くような役ができたらいいなと思っています。なるほどね、はい、いやちょっといい素敵な目標もいけて、はい、いつかロード59がね。そうですね、映画にもなってくれたら嬉しいですけどね。そしたらもうそこで叶えたいですね。叶えちゃうねいいね、うん、いやそれを皆さん一緒に見守ってもらえたらと思いますし、はい、これはちょっとねおいおいどこかでこのグラフ表は公開していただきましょうよ。そうですね、はい、じゃあなんかこれがね放送されたら、放送後ぐらいに皆さんにちょっと写真載せます、うん、お願いしますこんな素直27歳ですけども、はい、ちょっとじゃあ皆さんちょっと一言言ってあげてよ。そうですね、うん、このラジオであのお便りくれたり、こういった企画をやらせてもらったりで、本当に多分また楽しい1年間になるんじゃないでしょうかと。いいスタートを切れたんじゃないでしょうかと、うん、ちょっと早めのスタートになりますけどすごい嬉しかったんで、ハッピーな1年にしたいと思います。本当にありがとうございました。ウェルカムハッピーバース何なんだよそれまた砂のいろんな面を知ることができましたね。皆さんこれからも応援してあげてください。はい、以上砂川修也誕生日企画ロード27でした。ロード59新時代ラジオトーク。ここでロード59からのお知らせです。現在4月に上演された舞台第2弾ロード59新時代任侠特区摩天楼夜桜構想のブルーレイが好評発売中です。本編映像はもちろん、ディスク2の特典映像には舞台全景映像、バックステージ映像、
映像出演の砂川修也さんと七海ひろきさんの映像収録の模様を収めたスペシャルメイキング映像、そして千秋楽カーテンコールとたっぷりの内容でお届けしています。また舞台第1弾のロード59新時代任侠特区のブルーレイも好評発売中です。舞台の感動をぜひブルーレイで何度でもお楽しみください。続いて LINE クリエイターズスタンプにてロード59新時代任侠特区の LINE スタンプが発売されました。収録スタンプ数は24種類となります。ロード59らしい各キャラクターのセリフを使用したスタンプでぜひトークをお楽しみください。はい、ということなんですけども、ね、これなんと出ましたね。いよいよ、はい、なんと LINE でスタンプ出るなんてすごくない？はい、まあ、ロードトゥーパーティーでなんかこういうスタンプを出す発表をしましたけど、ね、あったけど僕らも今手元にあるんですけども、はい、これキドラさんのイラストと各キャラらしいセリフを使った、うん、なんともね、まあいいでしょもあるしまあいいでしょ、すごい使いやすそうなんかいいねこれ、しずねえの覚悟できとるんやろうなみたいな、うん、どっちにも使えますよ ね楽しいことするときとかに覚悟できとるんやろうなみたいな、いいね、怒ってるときとか、うん、本当だよねちなみに清信のイラストはこの LINE スタンプ用に、うん、これもギドラさんが書き下ろしてくれまして、ありがとうございます。お、飲み会で使うのかなこれ、てめえら杯の儀だ、いいですね何ですかって、いや飲み会だよっていう、このワンラリーができるっていう、はいはいはい、いいですねあ、ちなみに僕のバクトは、はい、やってやろうじゃねえか、いいですね、いいですね、熱いですね、やっぱり、お、砂のショーはですね、ため息まあこれも使いやすいですよ、すごい、そうね、ハーはね、うん、たくさん使えるけど、はい、いやショーのキャラの色が出てると思います、ね、かわいそうな2代目太鼓ねえ、ベネちゃんもあるし、あ、レンゲのスタンプは舞台第一弾で黒ジョゴミを裏切る時のあの名台詞、うん、こうやって言ってみて、思ったよりもバカなんですねお、そう、砂が押してるカズオミのあるよこれ、かしこまりましたスタンプもあるし、かっこいいねやっぱり、カズオミは、ね、ちょっとこれあと変化球で言うとロード59のタイトルロゴをもじったスタンプ、これですね、これロードトゥー会議、おー、新時代遅刻特区これを送られちゃまあもうすいませんっていうしかないよね仕事では使わないでおきましょうでもこれあるよ、ロードトゥーご飯、うん、新時代空腹特区なるほど、まあ、行きましょう、いいね、これロード好きのお友達と一緒にちょっと使ってもらえたらちょっとワイワイして楽しいんじゃないですか、うん、ね、僕らもちょっとぜひ撮ってみたいと思います、はい、そして最後に2022年12月に舞台第3弾となる舞台ロード59新時代任侠特区摩天楼モノクロ構想括弧仮の上演が決定しました。これまでの公演で過去の因縁をほのめかされている白狼組 VS 黒城組の戦いがついに描かれる予定です。ぜひご期待ください。公演内容の詳細は続報をお楽しみに。その他各情報の詳細は番組ツイッターや公式ホームページをご確認ください。以上ロード59からのお知らせでした。楽しい時間はあっという間ということでエンディングのお時間です。番組ではメールを募集しています。聞いていただいている響きラジオステーションのお便りを出すのバナーよりご投稿ください。たくさんのお便りお待ちしてます。今回はいかがでしたか。いや、誕生日祝われちゃいましたね。祝われちゃったしお祝い企画ちょっと面白いねこの波線を書いて。いや面白いですよ、皆さんもぜひやってみてくださいよ。なんか ね、あ、ちょっとでもいいかもね、自分の人生を見て、はい、振り返って、そう、そしてこれからの目標を、うん、じゃあこうしていこうって思えるっていうのは、うんうん、確かにちょっといい時間だったかもしれないね、はい、今の幸せをかみしめました僕は。お、そうだね、はい、そして砂川先生からのありがたい名言もありましたし、はい、もう生まれてきただけで幸せいや、いいねこれからもこんな砂を皆さんぜひよろしくお願いします。よろしくお願いしますというわけで終了のお時間です。お相手はロード59篠野めぐみ柳バクト役の君沢ゆきとロード59白狼組氷室翔役の砂川修也でした。バイバーイ。